ロバ、食べないでください。おっかねえ。オーケー、落ち着け、話し合おう、話せばわかる。あん。おん。ザコラ。ケンザコラ。おやおや、今日も仲良く喧嘩しているバカとアホがいますね。ケンナゴラ。スゾゴラ。あらあら、ついに自爆スイッチを取り出してしまいました。テミロヤゴラ。ワビロヤゴラ。そこに、なぜか飛んできたアザラシが激突。あっ。で、セットで異世界転生しちゃったと。異世界なのか？ステータスを確認できたり、スキルレベルがある時点で異世界だろ。ほん。さて、この道の先に何があるのか。お？村だな。あ、川の向こうだけでなく、手前にも村があるな。ちょっと行ってみるべ。万族の襲撃だおら。いや、ファーストコンタクトでそれだけはやめてマジで。オッケー牧場。こんにちは。異世界から勇者様が来てやったぞ、歓迎しろ。冗談でもやめろっての。まず、言葉が通じるのかが問題だろ。見た感じ、中世の田舎っぽい感じだが。なあに、異世界ものならご都合主義で通じるから大丈夫だって。でもよ、スキルとかかなりしょっぱいだろこれ。今使えるスキルは、マップと鑑定とコンパスだけだろ。魔法とか強そうなの一切ないんだが。あ、言葉は日本語に変換はされているみたいだが。なんか怪しい日本語だな。異世界だから完璧に通じないってことかね。そういうことにしておいてやるか。異世界だから通じない言葉もあるというロールプレイってことで。それで、こいつはなんて？この人がこの村の偉い人っぽいな。悪さをせず、税金を払えば好きに暮らしていいと。税金ってことは、貨幣システムはあるわけだな。宿とかないんかね？ノーダブル、ツインでおなしあす。木を切り倒して家を建てればいい。武器は川辺にあるから、それを屋根に使いなさい。食べ物はあるかね？宿ないんかい？食料は森にキノコがあるし、動物を飼ってもいい。完全に自己責任サバイバルコースじゃねえか。しかも税金を取るって。しょうがない。よそ者を相手にこれだけでもマシな方だと思っておこう。下手したら殺されて食料にされる可能性もあったわけだからな。うぐう。選別にこの木槌をあげよう。これで家を作るといい。しゃあない。一丁建てますか。で、どこに家を建てるってんだよ。いきなりよそ者が村の中に家を構えるのもあれだから。とりあえず、村の近所に作ってみるべ。行くぞー。木の枝を集めると思っちゃ。石を集めると思っちゃ。石の斧を作ると思っちゃ。伐採すると思っちゃ。丸太を集めると思っちゃ。屋根の材料になる武器を集めると思っちゃ。追加で伐採すると思っちゃ。建設場所を探すと思っちゃ。さて、どこに建てるべか。異世界転生定番の地図スキル。序盤は村に近くて、水辺な方がいいと思うんだが、今いる場所は対岸の村に通じる橋の近くだし、ここでいいかな？他にも村はあるみたいだが、生活が安定してからでいいだろう。まだこの世界での生活がどうなるかわからんからな。戦闘系のスキルがあるわけでもなく、魔法が使えるわけでもなく、生きるだけで精一杯だもんな。とりあえず、仮住まいを確保しておこう。ここらでいいか？いいか？よく聞け。ここをキャンプ地とする。お前拠点作るときにそれ言わないと死ぬ病気か何かなの？それじゃあね、まずは基礎を作るぞ。ここでいいかな？基礎はちゃんと水平になるように慎重に。いや、システム的に勝手に水平になるけど。水平。お前それ言いたかっただけだろ。よし、建築していくぞ。建築モードになると思っちゃ。屋根を作ると思っちゃ。足りない建材を集めると思っちゃ。水分補給しなさいと神からの警告。川の水でいいか？エキノコックスとか大丈夫か？その時はその時だ。建築を再開すると思っちゃ。また建材を補充すると思っちゃ。空振りすると思っちゃ。屋根の材料を補充すると思っちゃ。
スキルレベルがアップすると思っちゃ。建築に戻ると思っちゃ。入り口を作ったら完成だな。よし、できた。クエスト更新。なんて？ウサギ用のトラップを作れ、木の槍を作れ、石のナイフを作れ、狩りを成功させろ、次の季節まで生き延びろ。なるほどね。それじゃあ、家の前にでもウサギ用のトラップ作るべ。家の前に？ウサギ来なくね？大丈夫、ゲームシステム的に取れるから。ほん。で、木の槍と石のナイフな。丸太一つから木の槍一つってか。もっと作れても良さそうなもんだが。まあ、素人が作れば無駄が多いってことで。で、石のナイフと、木の枝と石でサクッとな。ナイフがないと獲物を解体できないから、常に一本は持っていないとな。それじゃあ、狩りに行くか。あ、木の槍が一本じゃ足りないから、数本用意しておこう。ほん。手持ちの丸太全部を槍にすっか。その動きでどうやって丸太を槍にしてんだ。異世界スキルだな。だったらもっと強力な武器作れよ。スキルレベルが足りないんだろ。ほん。それより、腹減らね。食事しておくか。ジャーキーがあるから食っておくべ。ジャーキーを食い尽くす前に、食料を補充せんとな。間に合うのか？まあ、一日分の食料が買えるだけのお金もあるから、今日明日の心配はない。ほん。獲物を探しつつ、キノコを集めて備えておくか。これがキノコだな。食えるの？鑑定スキルで無毒確認。鑑定スキルだけでもチートだよな。前世ではスマホのカメラで品種識別できるアプリで散歩が楽しかった。雑草調べまくってたよな。そして不審者として通報された。あのババア絶対に許さん。そんなことはどうでもいいが、キノコに夢中で獲物見逃すなよ。おお。ウサギ。キノコに夢中で至近距離をウサギが通過って。ウサちゃん、止まって。よしよし、ブルーラー。ウサギゲット。グラフィック設定で血液をオフにしています。オンにしたら血まみれになったでござる。グロ規制回避のため解除。これも異世界スキルってことで。異世界設定便利すぎだな。で、ウサギを1羽ゲット。お、あそこで何か動いた。何も見えんか。ステンバイ。走りローストライク。手応えあり。マジか。2羽目ゲット。モフモフの毛玉だな。ウサギからは肉と毛皮をゲット。よしっと。目の前にいた。仲間が解体されている隣で何やってんだか。他にいないかな。ああ、転がってっちゃう。こんな太い槍で串刺しとか。肉も毛皮もボロボロになりそうだな。いや、オーバーキルでかわいそうじゃね。で、あ、そっち？投石って手段もあるけど、何発もぶつけることになるとかわいそうじゃん。そう言いながら石を拾うのやめろ。その後、ひたすらキノコを集めて、日が暮れてきたので撤収。暗くなるから、家の周りで作業しておこう。スキルレベルアップしたな。後でスキルポイント割り振らないとな。暗くなったらすぐ寝るのか？夜になるとモンスターとか活発になったりするのか？いや、この世界は野生動物ならいるがモンスターはいない。ほん。さて、早速ウサギの肉を焼いておくか。本日の収穫は肉3個に、キノコ40個。それって多いの少ないの？家を建てたりしてた分、少ない方だな。まあ、食料問題は夏が来たら一気に解決するから、スタート時に持ってた食料もあるし、適度に食料を集めていくべ。ほん。あ、スキルポイントも割り振っていかんとな。適当に経験値増加のスキルを取って、ランク2を解放。ランク2のサバイバルセンスで、アイテム探索を楽にしよう。サバイバルセンスってどんなスキルよ？オルトキーでキノコなどが強調表示される。夜間でも採取可能になるってわけだ。チートスキルだな。茂みの中で見えないキノコも見逃さない強力なスキルだ。ただ、強調表示されるアイテムはキノコと薬草だけ。木の実や木の枝、石などは表示されない。ほん。ハンティングのスキルレベルを上げれば、動物を強調表示するスキルが使えるようになるぞ。
今日のようにウサギに気づかないなんてことも減るだろう。あれはお前の不注意だろ。一周目でスキルに依存しすぎたな。で、寝ないのか？これね、寝なくても平気なの。水と食料があれば、睡眠不要なの。徹夜で採取できるの。夜通し資源を食い荒らすつもりかお前。時は金なり。木の枝、石ころなどをひたすら集めて、加工して売るのが序盤の金策だ。そこら辺に落ちている石と枝で石のナイフを量産して売るべし。日中は狩り、夜は内職か。便利な道具ほど、素材を集めて作るよりも、入手しやすい素材の道具を大量生産して、それを売った金で購入した方が早い。徹夜してまで内職するってことは、なんか目当ての道具とかあるのか？冬の投資を避けるために、防寒具を購入する資金を稼ぐ。まだ春だぞ。冬を舐めるな。おう。うっすら日が昇り始めているから、仮眠だけ取るか。マジで徹夜しやがった。さあ寝るよ。ダブルベッド？やめろ。ああ。誤解を招くようなセリフやめろ。もふりながら寝るのやめれマジで。諦めろ。口開けて寝てるところにうんこしてやろうかこいつ。朝からうんことか言うなクソが。あん。おん。いや、やめておこう。せっかくのすがすがしい朝だ。せやな。というわけで、徹夜して作った道具とキノコを売ろう。コンパスに表示される袋が取引可能な人物。石のナイフと、松明と、キノコを半分ほど売っておこう。あと、消耗したツールも売っておく。耐久を使い切って壊すよりか、1コインでも稼いでおこう。売るだけ売って、所持金が50から244に。料理一品30から80だってのに、全然稼げないな。ちゃんと稼ぐなら、こんな片手間にやってちゃダメよ。あ、そういえば罠を見てなかったな。お、ウサギがかかってんな。これ、どうして捕まってるんだ？深く考えたらダメだ。獲物が取れたことに感謝しよう。ウサギはどうする？したたく？そんな調理法はこの世界にはない。でも、生肉食えるじゃん。いや、俺は火を通すから。生で食うときはしたたくしたってことにしよう。したたくにこだわるなお前。この生活をしていると、金カムを思い出してしまってな。かくいう私も同感でね。だろ？でんでんで。今日はね、ワークショップこと、クラフト用の建物を建てる。建物によって、クラフトできるアイテムが違うから。生活スタイルによって、建設の優先順位が変わってくる。建築スタート。建築モードになると思っちゃ。足りない建材を集めると思っちゃ。建築に戻ると思っちゃ。建材を補充すると思っちゃ。よしできた。よし。それで、この建物は何が作れるんだ？道具や小物といったものかな。木の枝などのそのまま買い取ってもらえない素材を、ワークショップで加工することで売却できるようにしたり、弓矢などの製作にも利用する。ほん。で、そのクラフトレシピを解放するのに、なぜか金がかかる。誰に払ってんだ？神様かな。ええ。そんじゃ、最初からレシピが解放されている陶石用の石を作ろう。石つぶて。石つぶて。そんでもって、魚を陶石で取る。無理ない。槍でもいいが、一頭のコストが高いのよ。小魚なら、石を投げた方がマシ。当たるのか？まあ、ピンポイントで簡単に当たれば苦労しないな。走りのシュート。うわ、えぐくね。槍の方がもっとえぐいぞ。とりあえず、魚を確保。石にくっついてるのか？槍に刺さった感じの処理してんじゃねえかな。おかげで、石と一緒に回収できる。魚は老気か。ユーラシア大陸の淡水魚だな。小池で、流れの緩やかな場所を好む。浮き釣りが一般的。釣り具がないから陶石でゲットだぜ。よしよし。貴重なタンパク源ゲット。透析用で9匹のローチをゲットできた。ローチっていうとゴキブリみたいだな。小魚って呼んどくか。しかしまあ、なんだかんだでサバイバルも安定してきたな。明日は鹿狩りと農業あたりまで手を広げてみるか。今日はもうお休みですかにゃ。バカ言うな。徹夜で内職して明日売る商品作るんだよ。マジか。とりあえず、今回はここまで。にゃおにゃおにゃおー。よし、次はウサギ肉。ウェイ。